卓球は1320年頃に制作されたテンペラの遺体であり、ジョット・ディ・ボンドーネに寄属されている。作品はベルリン絵画館に収蔵されている。ビルヘルム・フォン・ボーデニュール・ベルリンの卓球に関する最初の研究で、この作品はジョットに寄属された。1948年にロベルト・ロンギはこの寄属に疑義を呈した。そして、ウィリアム・スイーダ、ピエトロ・トエスカ、 リチャード・オフナーのようなとの批評家は、ストラスブールの十字架の師匠の存在を理論付け、ベルリンの卓形を他の同様の小さな形式の作品とともにこの画家に関連付けた。一方、ロベルト・サルビーには、ジョットの追随者の作品であると考えた。いずれにしても、サンタクローチェ聖堂のバールディ礼拝堂と、ペルッチ礼拝堂に見られるような豊かな布地の表現に基づき、本作は、 ジョットの晩年の作品であると考えられている。スクロベイニ礼拝堂にあるジョットのフレスコが、卓形での実験的革新により、卓形の場面は、伝統的な図像における転換点となっている。キリストの十字架は、金字を背景とする絵画の中心から、主の栄光を示して浮かび上がっている。悲嘆に暮れた天使たちが、キリストの姿を取り囲み、 マグダラのマリアが十字架の下の部分に抱きついている。二つの人物の集団が海画の両側に集まり、中央のキリストが孤立した状態になっている。左側では失神しそうな聖母マリアを女性たちが囲み、少女が心配そうに聖母を見ている。先例者聖ヨハネは右側に立っており、馬に乗った男性が腕を上げている。これは、 イエスを神の子として認める人々によってなされる伝統的な仕草である。イエスの体は細く、ほとんど糸のようですらある。サンタマリアノベッラ聖堂の卓形の重力の感覚からはほど遠い。絵画の側面の人物たちは断ち切られており、描かれているよりも多くの人が集まっているような印象を与える。ありがとうございます。